フェノチア人系の抗精神病薬である。精神安定剤としては、メジャートランキライザーに分類される。メチレンブルー同様、フェノチア人系の化合物である。塩酸塩が医薬品として承認され利用されている。日本においてクロルプロマジンは劇薬に指定されている。商品名は、ウィンタミン、コントミン。1950年。 フランスの製薬会社ローヌ・プーランにより、抗ヒースタミン薬として開発されたものの、鎮静作用が強すぎる上、抗ヒースタミン作用が少ないと、当時は評価された。ドパミン遮断剤のほか、古くから、ヒベルナシオンという麻酔前投与剤として知られていた。1952年2月、下界であったアンリラボリが、麻酔とクロルプロマジンを併用したところ、 精神症状の変化に気づき、精神科治療での有用性を示唆した。同年3月に、精神疾患患者でのクロルプロマジンの効果が見られ、その後1年の間に、フランス全土で統合失調症に用いられるようになった。翌年には、ヨーロッパ全土で用いられるようになった。クロルプロマジンが、薬理作用として、 ドパミン遮断効果を有することは、ラボリの発見まで知られていなかった。約1 2 5ラム程度で、乗り物酔いの防止効果と悪心の防止効果を生じ、精神神経疾患に対しては、アメリカ合衆国では1日あたりの投与量が1 0 0 0ラム程度のいわゆる、1キロ投与が、統合失調症の精神障害者治療に、発明当初から広く使用された。 ヒベルナシオンとしての麻酔前投与も古くから行われ、この用途では前期発明以前から知られていた。日本では大阪地方裁判所でクロルプロマジンの被告製法が迂回方法にならないと判断された。吉富製薬がその迂回発明による製法特許を取得し、市場の西半分はコントミンが占有し販売されている。ノバルティスの輸入品は ウィンタミンの商標を使用している。クロルプロマジンの発明が統合失調症における薬物治療の幕開けと精神科病院の閉鎖病棟を解放する大きな動機づけとなったことはよく知られている。ドパミン遮断薬としては最も歴史が古く、その使用の成分により前者の迂回発明による吉富製薬改正法によるクロルプロマジン剤と 塩野義製薬の正規輸入クロルプロマジン剤とで、多少の差異があるものの、薬効には、異は見られない。なお、吉富製薬は、この当事者系特許侵害訴訟に勝訴し、日本でのクロルプロマジンの市場を、河川状態近くにまで伸ばし、旧来の一流製薬企業に被験することになった。塩野義製薬は、1957年に、クロルプロマジンとフェノバルビター,ール、 クロメタジンを含む処方繊維薬品の合剤、ベゲタミンを発売した。赤玉、白玉の名で知られたが、強力な副作用やオーバードースが問題視されて、2016年12月に発売を終了した。重要な副作用は、パーキンソン症候群である。初期は、手が震え、綺麗な文字が筆記できなくなり、痙攣が生じ。 横隔膜の痙攣なども生ずることが報告されている。美容上では、色素沈着などが生じ、その結果、そばカス状の汚点などが生じる。眼科では網膜に、色素沈着が生ずることも知られている。コーパーキンソン薬をクロルプロマジンと同時に投与する、方法で、前期のパーキンソン症候群を防止することができるが、最悪は、 始発生治スキネジアのビテリデンのリバウンドを防ぐことができないので、高パーキンソン薬を安易に投与せず、1日の投薬量を 600mg 以下の適量まで減薬し、パーキンソン症候群のリバウンドを生じさせない、処方への切り替えが呼びかけられている。クロルプロマジンの使用で、特に頻繁に遭遇する副作用は、以下の通りである。 クロルプロマジンの本来の作用と反対の効果、つまり液高奮性筋系連等が見られることがあるかもしれない。これを、キー反応という。こうした反応があった場合、蒸気のような副作用が現れた場合には、減量、または、投与を中止すること。外来患者にクロルプロマジンを処方する場合、眠気、注意力、集中力。 反射運動能力などの低下が起こることがあるので、投与中の患者には、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に、従事させないように注意すること。生徒作用を有するため、他の薬剤に基づく中毒、腸閉塞、脳腫瘍などによる、ート症状を不健性化することがある。抗精神病薬において、肺促線症、常務血栓症等の血栓促線症が、 報告されているので、不動状態、長期合症、肥満、脱水状態などの危険因子を有する患者に投与する場合には注意が必要である。睡眠時無呼吸発作を有する患者には呼吸抑制作用によって呼吸停止と死を招く可能性がある。ほとんどが頻度不明となっているが、報告されている重大な副作用は以下の通り、 クロルプロマジンをオーバードースした人は、警眠から昏睡までの中枢神経系の抑制、血圧低下と衰退外路症状等の兆候を示す。その他には、月光と、情緒不安、痙攣、狡猾、超閉塞、心電図変化及び、不正脈などが現れる可能性がある。クロルプロマジンの過量摂取は、医学的な緊急事態であり、 救急医学関係者による迅速な処置が必要である。処置としては、本質的には、対症療法かつ、補助療法である。早期の医洗浄は、有効であることが認められている。なお、クロルプロマジンは、血中半減期が長いため、対症療法を続けながらの経過観察が、必要である。酒や中枢神経抑制剤との併用は、 致死的となる恐れがある。クロルプロマジンを他の薬剤と併用投与する場合、薬理学的な相互作用の可能性に注意を払わなければならない。とりわけバルビツール酸塩をフェノチアジン、麻薬、アルコールなどのクロルプロマジンの効果を高める薬には注意が必要である。クロルプロマジンの近忌には以下のようなものがある。 クロルプロマジンのアメリカ合衆国アメリカ食品薬品局、胎児危険度分類はカテゴリー C である。これは動物実験では胎児への有害作用が証明されているが、その薬物の潜在的な利益によって潜在的なリスクがあるにもかかわらず、妊婦への使用が正当化されることがあり得ることを意味する。しかし動物実験では胎児死亡、流産、 早産等の胎児毒性が報告されている。また、妊娠後期に抗生神病薬が投与されている場合、新生児に哺乳障害、軽眠、呼吸障害、新鮮、筋緊張低下、液刺激性等の離脱症状や、衰退外路症状が現れたとの報告がある。なお、クロルプロマジンは、 母乳中へ移行することが報告されているため、授乳中の婦人には投与しないことが望ましいとされる。ありがとうございます。